せやけどアンさん、ムクロガイなんかに何の用でっか。お呼びがかかってるんだな。お呼び？ほな、やっぱり遠くから見るだけですまんのでっか。すまんのですよ。ああ、人に会うことになってる。ま、そんなとこや思ってましたわ。そういや、なんでムクロガイって呼ばれてるか知ってまっか。死体が転がってるからじゃん。無視。ほんまは六門町っていう土地なんですけど、はいはいはい、かなり昔に落外で一番大きなお寺があったらしいですわ。そこに高名なお坊さんがおったようで、不治の病にかかったもんや夜逃げしたもんを大勢世話しとったようです。それから数年後にどうやら流行り病がそこで見つかったようで、お寺の住人みんな土に埋められたらしいです。なるほど、それでムクロガイか。実際あそこの土掘り起こしたら山ほど骨が出てくる。怖いね。そんで通称ムクロガイって呼ばれるようになったんですわ。今じゃ無法者のたまり場です。アンさん、長いはせん方がええで。そろそろ見えてきましたで。おお、なんかすごいところやな。手間かけさせたな。お帰りはどうなさります？なんとかする。あんたは帰ってくれていい。へい。へい、ありがとうな。さあ、うわ、なんかあれやな、流浪に剣心のあいつがおるとこみたいな。名前忘れたわ。包帯ぐるぐる巻きの。うわ、すごいとこやわ。さあ、伊蔵はどこにおんねん。この野郎、イカサマしやがった。それはお前が悪いわ。ごめんやけど。さて、あ、なんやお前、話すか一回。お前何こっち見てんねん。ぶっ殺されたいんけ。まあ助けたろか。弱い者いじめはよくねえな。まとめて相手してやる。かかってこい。ええ度胸やな。殺したろえ。お前パンツ履いてるか。町のゴロつき。はい、終了。すまへんでした。もう来ないなことせえへん。よろしい。よし、じゃあ目的地行くか。さあ、伊蔵さん出てこいよ。こんなとこに呼び出して。ここに何の用だ。有賀に置いてけや命は勘弁してやってもいい。腰の門を捨てろ。俺は坂本龍馬だ。編笠の男に呼ばれてきた。そん男はわしの客ぜよ。お前はここを仕切ってんのか。金の塔を抜けてこんなとこにおったんか。なるほど、お前だったのか。おお、伊蔵やな。兄弟も一緒ってことか。さあな。いきなり切ってくるね。伊蔵、久しぶりぜよ筆頭。1年前のわしとは一味違う。よう見ちょれ。おお、またやるんか。お前、怠慢でやれや。土佐金の塔、岡田伊蔵、まだ金の塔には属してるってことか。ほら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 、よいしょ。危ない。まずは雑魚敵から強撃へ。お、強いね。よいしょ。やめろ。
い極みぶっ刺し、あ、ケツにかわいそう。はい、ぶっ刺していく。はい、残るはお前や、いつぞ。やるな、ボケ。なんでそれで死なんねん。危ない。はい、はい。1年前より強なってんのか、お前。もう動き遅いぞ、相変わらず。大丈夫か。よいしょ、ガードは強なってるね。はい、よいしょ、はい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 、よいしょ、衝撃。そんなもんかよ。おっと、コマンド、なんやその構え。おい、木を照らうな。危ない。三角。おお、見た目だけはかっこええやんけ。危ない。うわ、受け取らんくなってるこいつ。でも動きが遅いな。はい、強撃からの極み。はい、ぶっ刺してあげましょう。全然食らわんねんけど、極み。はいはいはい、お疲れさん。レベルアップありがとうな。そろそろ観念したらどうや、いいぞ。1年前の剣とはさっきが違う。土佐抜けてから大勢切ってきたということですか。さあな。お前は何してんねん。何の真似だ。今のあなたをこの目で確かめる必要がありました。おう、1年ぶりに会う人間をそのまま竹地先生の元へは通せませんき。ああ、まだ金の塔おるんや。ご無礼をお許しください。やっぱり兄弟もお前と一緒に今日に来てんだな。ええ、ですが今の先生は例の新選組にしつこく狙われる身、人目をはばかっております。なるほど。兄弟はどこにいる。このムクロ街の一番奥で筆頭をお待ちです。案内しちゃもらえないのか。ええ、わしは今もあんたが嫌いですけど。言うね。なるほどな。罠じゃないやろな。この奥に兄弟がいるのか。しかし今日の一角とは思えん町だな。ここなら思わぬ発見もあるかもしれないな。なあ、思わぬ発見って。とりあえず奥行くか。そっかそっか、兄弟なや。お前ら。はい、お疲れさ。お、新品のネジいらねえ。んで、こっちか。あれ、ちゃうな。奥って言ってたから。ん、なんだあれは。なんでこんなところに大砲が。あいつに聞いてみるか。誰やお前、なんで大砲あんねん。あれはすごい大砲だな。あんたのものか。お前アフロちょん曲げて。そうだよ。洒落てんな、逆に。そうだよ、私が作ったんだ。作った、あんた何者だ。僕はカラクリを研究しているしんべヱ。でもいろいろカラクリを作ってきたけど、今回はとんでもないものを作ってしまった。え、普通の大砲じゃないのか。うん、それが全然普通じゃないんだ。最近は戦場に銃や大砲が導入されていて、侍の力があまり必要とされなくなっていると聞いてね。だから侍の力を鍛えるためのからくりを考えていたんだ。ほう、あれがそうなのか。大砲でどうやって鍛えんねん。そうだよ。ああ、そうだよ。ん、うーん、ふむ、君よく見るといい体してるな。もしかすると君なら耐えられるかもしれない。ん、どうだ、よろしければ試しにやっていかないか。その名も大砲玉さばき。
一体どんなものなんだリアクション薄いな。一度やってみればわかるよ。危険すぎて誰にも頼めず困ってたんだ。協力してくれればお礼もする。どうするか、ちょっとやってみようか遊び方見んの忘れた。まあいいか。ああ、やっていこう。どんなものなのか興味がある。本当か、これでやっと実験ができる。では刀を持って早速その川辺に立ってくれ。ああ、わかった。よし、切るよいしょ。あ、タイミング悪かった。今や、あ、合ってる。よいしょ。合ってないな、これ合ってないなあ、切れた。今ので良さそうやな。 OK。 あ、今のがベスト。よう分からんな。あと5球。おっと、カーブおい、バス戦みたいなもんや。よいしょ。あ、むずいな。あのゲージまで行けばいいんかな。 OK。 はい、よいしょ。あともうちょい。よいしょ。うわ、めちゃめちゃいった。1800、10発中5発破壊、5発弾き、スコア1800。おー、いいねいいね、評価金。あー、なるほどね。これで何が得られるんや。素晴らしい私の大砲を前にして物おじ一つしないとは、こんなに心置きなく実験できるのは初めてだよ。とんでもないものだった。だが向かい合うことで刀や銃にはないものを感じ取れた気がするな。新たな技が習得できるようになりました。ほう、大筒心得。できれば今後とも私の実験に付き合ってくれないか。ああ、いい鍛錬になったのは間違いない。ありがとう。実は銃を使った鍛錬も用意してるんだ。よければそっちも実験させてくれ。もちろん内容に応じてお礼をするよ。ああ、わかった。少しやりすぎな気もするが鍛錬にはなったな。時間があったら付き合ってやろう。ありがとうありがとう。これではなんか新しい技が得られねえな。オッケー、この上か。全然ちゃうわ、ここやわ。さてさて、罠じゃないやろな。兄弟なのか。よう、うわ、見違えたな。ちょんまげじゃなくなってる。ああ、伊蔵が試すような真似して悪かったな龍馬。ほんまに兄弟おってんや。今今日の町で人に会うのはえらく用心がいるんだ。いや、それより兄弟はいつ今日に。ちゃんと怪我治ってハンペーターに戻ってるやん何言ってんだ。お前が来るよりずっと前からだよ。え、どういうこと。あの閉じ込めたとこから京都に来たってこと。もっと行け龍馬。お前と飲むのも久しぶりだずっと酒飲んでんな龍馬。今今日にいるってことは、まさか兄弟も土佐を脱藩したのか。そういうことか。だんまりや。あれから土佐で何があった。おやっさんが死んだあの日から。まず言っておくが、俺は土佐を抜けたわけじゃない。それどころか身分を格上げされたんだ。あ、マジか。格上げ。ああ、今の俺は土佐藩京都留守役だ。白札格子から上司に格上げされた上でな。ほうほうほう。あんたが上司にだと。嫌ってた上司になったな。全ては1年前、お前が土佐を抜けてまで俺を救ってくれたおかげだ。金の塔は生き残り、それを後ろ盾に俺はあの土佐の老人たちと手を組んだ。あんな嫌いやったのに。何、それじゃ兄弟はおやっさんを殺した黒幕かもしれない連中に頭下げたってのか。どういうことや。なんか作戦あるんか。
ああ、そういうことになるな。敵になんのか。聞いてくれ、龍馬。今重要なのは土佐だけのことじゃない。俺は日本全体を変えなきゃならねえと考えている。つまり、倒すべきは土佐藩よりも、そのさらに上で階級支配をする徳川幕府だ。幕府を倒す。えらいでかい話になったな。ああ、それが俺と親さんが目指した先にあるものだ。だから俺は土佐の老人たちに下ってまでこの京に来た。龍馬よ、これから時代を動かすにはやはり帝のいるこの京だ。幕府を倒そうって勤王の志士たちが日本各地から集まっている。彼らは帝を中心として倒幕勢力を増やそうとしているんだ。それこそが勤王なんだよ。兄弟は本気でそんなことができると思っているのか。ああ、だが俺だけじゃない。おやすさんもできると考えていた。徳川300年の階級支配は衰え始めてる。黒船の脅威が日本中の勤王志士を奮い立たせたんだ。今しか幕府を倒す機会はない。俺はな、龍馬、京に来て以来倒幕に向けた朝廷工作を仕掛けている。おかげで幕府は俺を見つけて殺そうと躍起だよ。それでこんなとこに隠れてるのか。まあな。だがそれより龍馬、お前はこの一年どうしてたんだ。いや、あの男ずっと探してたよ。俺は今もおやすさんを切った覆面の男を探している。うん。あの時のあいつの剣さばきを手がかりにしてな。どえら強かったもんな。あの剣の達人だったおやすさんを切るほどの腕。そのくせ主だった大流派にはない剣筋。それでたどり着いたのが天然理心流だった。剣筋見ただけでわかんねんな。天然理心流。江戸近くの司令館という道場でのみ伝承された流派だ。使い手はそう多くはない。そして今日その流派の人間の所在が分かった。どこなんだ。新選組だ。新選組よ。新選組局長近藤勇が今の天然理心流宗家だ。新選組だと。それじゃあの近藤勇が土佐まで来ておやさんを殺したってのか。いや、天然理心流の使い手は近藤一人じゃない。新選組幹部の大半が天然理心流の使い手なんだ。誰が覆面の男だろうな。俺はその中に例の覆面の男がいると見ている。なるほどな。だから俺はそいつを見つけ出すために新選組の懐に入り込むつもりだ。オープニングで8匹来てたもんな、新選組の。なんだと。龍馬、お前今なんて言った。俺は新選組に入隊する。お前、自分が何言ってるか分かってんのか。だな、竹地とは敵対するグループやもんな。決めたんだ。情報屋を使って調べられることは全部調べた。この先覆面の男を追うには他に手がない。ダメだ、危険すぎる。お前は俺と一緒にいるんだ、龍馬。今の俺の力ならお前が土佐に戻れるようにもできる。もうこれ以上おやさんを殺した犯人を追う必要はない。いや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 、復讐は忘れろ。それに新選組に入ったとしてどうやって覆面の男を特定する。顔もわからん、声もわからねえじゃどうしようもないだろう。
一度は命をやり取りした相手だ。そいつと生き死にかけて切り合ってみりゃ分かるはずだ。何意地を張ってるんだレオマ、考え直せ。金の塔に戻って俺と一緒に親さんの志を引き継ぐんだ。親さんだってお前にそれを望んでるはずだ。難しい選択やな。親さんはお前に言ったはずだ。俺と一緒に土佐を変えてくれと。言いたいことはそれだけか、たけしさんよ。うわ、龍馬。どんな理由があろうと、俺はおやっさんを殺したかもしれねえ奴らと組む気はねえ。なんだと？あんたは目的のためなら誰とでも組んでどんな手でも使うってのか。龍馬、土佐を変えるにはまず幕府を倒さなきゃならねえんだ。一介の豪士がそれをやるには手段なんか選んじゃいられねえ。そんなこと土佐人のお前ならわかるだろ。そんな話してんじゃねえよ。死んだおやっさんに胸張って土佐変えるために頑張ってますって言えるのかって聞いてんだ。どうなんだ、答えろ。いや、どっちもわかるな、意見として。俺はおやっさんに胸を張れるさ。何恥じることなく堂々とな。なんだと。逆に聞くが、お前がしてることはそんなに誇らしいことなのか、龍馬。今さらおやっさんを殺した犯人を見つけ出したとして何になるんだ。そんなことしておやっさんが喜ぶとでも思ってるのか。そんなことだと。ああそうだ、おやっさんはな、新しい時代を託すため俺たちを導いてきたんだ。自分が死んだ後の復讐のために俺たちを育てたんじゃねえだろ。いや、竹血塗ってることもわかるよな。違うのか、龍馬。意地になるな。俺らがすべきことはもっと他にあるはずだ。じゃあ忘れろっていうのか。あんたはおやっさんを殺した奴のことはもうどうでもいいっていうのかよ。俺だって忘れられるわけがないさ。だがもっと大事なことがあるというだけのことだ。方向性の違いやな。どっちもの言うこともわかるもんな。今度会う時には兄弟って呼べないほどあんた遠くに行っちまってるかもしれないな、龍馬。なんでわざわざそんなこと言うねん。あんたみてえに人間が器用にできちゃいねえ。おやっさんが誰になぜ殺されたのかをどうしても知る必要があるんだ。それが分からない限り、ほら一歩も前に進めやしねえんだ。いや、対立しちゃったか。